B-side Brandon意気込みを頑張ります。めちゃくちゃ盛り上げます。あ、すいません、すいません。使えな、もう早速使えな、使えな、早速使えな。こんにちは。こんにちは。この人ですね。あ、そうそうそう、この人です。はい、この人です。ルカ君ね、セキララの人ですね。そう、セキララの踊ってる人、踊ってる人、踊ってる。でもほら、そもそもあれじゃん、歌詞カードが俺じゃん。そうだよね。キーボードの桑久保誠です。お願いします。ね、俺はあの今日 B サイドを撮っていくんで、俺はね、俺が食っていい弁当、ね、これから今食います。余んなくて。え、今回初めて。全身麻酔最高に良かった。誰に何を言って。じゃあ翔太さんに、はい、まあ、質問というか、マジマジもう一回手術した。つもりラバーっていうのはあれなんですか。書いてあるルって書いてある。ルって書いてある。あ、つもり、うん、つもりつもり、つもり、ルって書いてある。つもる、ルって書いてある。つもりラバーですね。書いてあるから、なんか
ゴーストアルバムっていう、はい、あの新しくアルバム出したと思うんですけど曲をどうやって作ってるのかっていう。あ、ゴーストアルバムの、うん、あ、俺が譜面とか書いてるんだ。譜面書いてない。やろう。あれ結構奇妙ですよ、うん、あれ奇妙です。あれはすごいよ。もう譜面がなくて耳コピーでベース弾いたんです。耳コピーってか俺が弾いてるからね。だってベースを。ただデモがあったんですか。デモもあるよ。デモがあって耳コピー。いやいや結構変えてるかも。朝ごはん教えてもらってもいいですか。朝ごはんは食べてません。カニね。カニ食ったん朝の。カニ食ったん。カニ食いてぇな。頭気持ちいい、ほほぱんぱん。頭気持ちいい、ほほぱんぱん。頭気持ちいい、ほほぱんぱん。頭でこぱんぱん。電池が上がらなくてよ。電池を上げるのに難しいんだこれ。なんだろう、今日の意気込みは。ん、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。電池が上がらなくて。すいません、今回のアルバムの聞きどころ、はい、ちょっと教えていただきたくて。曲のつなぎ。今回のアルバムの聞きどころってこれ言うべきなの。このやっぱ1曲のトリプル A って曲。トリプル A って曲はが宴にね、つなぐっていうこと。そう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 。今回の曲の、今回のアルバムの聴きどころ、大家さん的。やっぱあの、曲のつなぎだと思います。みんな同じこと言うの。やっぱ1曲のトリプル A って曲から、やっぱ宴につなぐところとか。6時か。え、今何時？ 5 時半。あと30分。いや、やば。林さん、インタビューさせてください。あ、やった。アンテナ断線は断捨離賛成派新たハレルヤ。残り40年残りウサゴーマン何でもごめんだけど考えよう無自覚ずみ線の過剰に変化を恐れて巡り向かって何かあるの答えはいらない締め付けないで己のアップで揺らいでいたいね色眼鏡をかけて鏡の吹き込む映る前ずっと止め止め何にくっつけない
思ってなかった。なんで思ってなかったの。お前、お前、何何を言ってやれよ。あ、おい、は、お前、お前、どうしたどうしたのみんなも。お前関係ねえだろお前。お、ごめんね。おい。ごめんごめんごめん。おお。出せよお前マジよ。おい。お前何も関係ねえだろお前本当によ。お前ティッシュ持ってんのかじゃよ。俺は持ってねえなら関係ねえだろ。ガラだよお前何なんだお前。本番の時間になりました。じゃあお願いしまーす。おいティッシュ飲まんでお前いい加減にしろよ本当によお前よ。あんたにしなんだよ。おい。おい。おい。これやったらティッシュ出てくんだけどお前ふざけんじゃねえぞおいお前ふざけんふざけてんじゃねえぞなんでティッシュなんだよおいこれいつまでやんのこれティッシュ見つかるまでティッシュ出るだけどおいおなんじゃねえなんでいやいやまあ今日はちょっといい感じにまあねこういう感じでバタバタしてますけどもう行くもう行くもう行く張り切ってまいりましょうよろしくお願いしますお願いしますいくぞこぶしや頑張れ林さん、活動翔太イエーイ、頑張ったよ別に俺らがライブやって元気もらったとかあるかないかわかんないけど別になんか元気を届けようというかどちらかというと俺が元気をもらってます本当にあの俺らが多分みんなからだからまあウィンウィンですかねっていう感じです気持ち的にビン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 って言ってないビンビンじゃなくてウィンウィンウィンビンビンじゃないビンビンですかねっておかしいでしょ文脈的になんで今の文脈で俺がビンビンになってんの相当変態じゃんまあとにかく本当にまあちょっと先行き分かんないですけどまあみんなもなんかその自分の面白いなというか思うこととかそういうのをなんかね広げてってなんか自分で自分のことを癒してください誰も多分癒せないからそれはだからまあ自分の楽しいこととかまあ多分ここのライブに来てるっていうのもその一つだと思うけどなんかね楽しくなるべく楽しく生きていっててくださいで俺らもまあ続けていきます。はい。また来てください。ありがとうございました。チームブレーンですか。みんなチームブレーン。次のももしかしたらブレーンの。
B-side Brayman.